ラスボス対決前のシャンテハーフジニヒーロー、オルロクの2番目。前回は、一応クエストこなすという形でしたが、今回はですね、よいしょ。ゲーム始めちゃいましょう。70% ですね。はい。一気に上げていきますよ。前回は一応クエストの進行っていう形で行ったんですけど、今回はですね、ほとんどアイテム回収だけで1本分使ってしまいます。前回集めた鍵道ですね、使ってイラストを見てみましょう。ちょっとうん、人魚、女王様。ラスボス対決シーンのイメージ。見た目が強そうであることが大事なんですよね。怖いよーって。カラーバリエーション、いかにもアメコミな顔も案にあったんですね。いかにも日本アニメな顔になりましたけどね。敵は もうないですね。あと3本。取り漏らしがないかどうか確認してます。さあ行きましょう。ちょっとここら辺が残ってるんですよね。見返しアイテムをどんどん減らしていきます。まずは砂漠。ここは戦わなくてもよかったですよね。これ実際の声入れる前にですね、一通り見てるんですけど、カットできるとこないかなと思って見直してみたんですよ。カットできる箇所はあるにはあるんだけど短いんですよね。ちょっとしかカットできなくて、もう次のシーンに切り替わっちゃうんで、じゃあカットしないで今回いっちゃおうってちょっと悩みましたが、カットせずにノーカットでいってみたいと思います。水の中を再チェック。もう見えてますね、うん、はい、障害物を壊せるようになったのでアイテム取れますよ。
亡霊があって、土管に入ると宝箱もあります。はい、クエストアイテムですね。鉄板、あとゾンビハムスターでクエスト。達成。ビデオなんかも見直して見てるんですけど、このアニメーションの細かさは本当にいいですよね、これね。どうしてもアクションゲーム作る上ではこんだけのアニメーションって必要かっていうと、まあ必要ではないんだけど、こういう風に作られるとプレイして気持ちいいですよね。あらら、戻っちゃった。ドン。鳥に変身できる前は、この上の壺を取りに行けなかったんですね。さて、この下は何もないですね。あの、すでに一回見たところ。さあ、見えてきました。ここですね。ドン。今まで行けなかった場所、人魚だと、大きすぎて通れないですね。カニしか入れない。再びカニさん登場。カニと人魚の違いね、太さの違いがあるんですよ。カニの方が小さいから。入れる場所が多いと。あ、あっちあっちあっち。水中の炎って何ですかね、これね。さあ、宝箱発見。はい、ハートホルダー。どんどん増えますよ、アイテム。パワーアップ。人魚で戻れるかな。通れませんでした。変身し直し。このカニもね、体揺らしながら進んでるんですよね。あと上がるだけ。カニにとっては結構難儀なところなんですが、ギリギリまで行って、あれ、うまくいかん。あ、ダメージ食らう。もうちょい。痛い。あ、なんとか。今度こそ行かない。もうちょ。あ、行った。
あとは、この先の塔かな。よっしゃ。どんどん倒して、どんどん出てくるから使っちゃえた。それさんでお金を出すと。この後ももう少しアイテム取れる場所がまばらに続くんですよね。飛んでっちゃえ。パタパタパタ。飛んで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 。飛んで飛んで。猿になって、猿だと攻撃できないんですよね。あのモンキーバレット、壁に張り付いてる攻撃以外。ほんとカニだとジャンプできない。まあいないタイミングで進むしかないか。パタパタ。ゾドン。ハーピーは、体の真ん中の部分しか当たり判定のある攻撃できないんですよね。当たった。結構使いにくいっす。ハーピーのままだとこの上は今度が上がれない。サルで上昇。パタパタ。この上が今まで行けなかったとこですよね。一つ取ったらちょっと間を置いてまた次のアイテムが出てくる。ネズミの時に攻撃できるアイテムで戻る。おっと、戻っちゃう。戻るの戻るだと戻れなくなる。パタパタパタ。さあこの上にもアイテムあったはず。はい、見えた。こうやって分かりやすいのとうっかり忘れやすいというのが交互に出てくるんで、なかなか全回収が大変なんですよね。
実は取り逃してるってことに後に気づくんですが、今まで飛べなかったからきつかったですが、飛べると相当、あ、わわ油断しちゃダメだろ。まだ未回収のアイテムがあるんでね、ここも来なくちゃならない。でもジャンプしなくていいだけ相当楽ですよ。なんだかんだ言って一番詰まり、初めてプレイした時詰まりましたからね。ここ落ちる、何だっても落ちる。クリアできるのかこれって。アイテム回収、さあこの先に宝箱があるんですよね。もうちょっと先ですね。痛い。さあここも飛んでクリア。見えてきた見えてきた。ここですね、上に宝箱見えてるんですが、これが取れるんではず。神力の火力がですね高くなりすぎてて、変身した後の攻撃が相対的に弱くなって、アクションのバリエーションがあんまりないんですよね。さあ集まりました。あとハートホルダー2つですね。そしてこの先に蛇のお店で買い物。あれ、蛇のお店もう過ぎてましたっけ。まだ過ぎてないと思うんだけど、と上に下に、いやらしいですね。飛んで飛んで飛んで、コウモリでいけるかなと試しておりますが、高さが足りん。一度も引き返し、まあ、ハーピーの方が確実ですね。うん、見えてきましたね。さあ買い物。ここはコウモリで十分。回復魔法を購入。さらに高い回復魔法が出てきました。ちょっとこの状態で買えないですね。
飛んで回避。必要なアイテムは揃ったかな。全部は揃ってないんですけど、覚えてるのは取り切ったかな。結構な時間が経っちゃってますんでね、うん、あれ戻るんじゃなかったっけ。あと1個なんだけどさ、もうだいぶ取れてないですね。あ、そうか。この回収もやってましたね。飛ばす。どんどん進めなきゃ。まあここは一本道だからそんなに無駄はないんですけどね。迷って時間を費やす心配はないというか、ここは度数持ってなかったんでね、取れなかったんですよね。うん、鍵を手に入れました。上昇。うん、そうだ。あと滝登りも取ってなかったですね。バリ果て突進。ジャンプした途端モロに当たる。痛い。ここはなんだっけ。もう取って回収済みですね。痛い。しゃがめ。よし。届かない。突っ込め。バリア。にも入れるけど、ここはもう取っていたはずですよね。うん、回収済み。それ。バリアー。もう回収済み。
全部取った後ならねスキップしていっちゃうんだけど、取ってなかったから普通に行きます。ここも何箇所か取り漏らしがあるんでね、飛んでショーカットカットができるんで、進め。うん。そうそう。この真上にエリアがあるのを忘れてました。ここは雲で進むんですね。ちょろちょろ。で上に部屋がある。はい、ここでアイテムが取れた。一番ありがたみのないアイテムは。若いしって、あ、そっか、ライフ回復するんだ。飛んじゃうとあのトゲに引っかかるんでスパッと抜けるだ。バリアを張ってサクサク進んで、バリアさえあればなんともことない。少し下にお金があるだけだったかな。あれ、取り残しアイテムありました。鉄くずがありました。これで鉄くずコンプリートですね。さあ燃料タンクに突っ込みます。地上を歩くアニメーションもなかなかいいですよね、人魚さん。さあ、宝箱発見。さあ、ギャラリーの鍵も残りわずかとなっておりました。あと一箇所取り逃しがあるんですけど、まだ必要なアイテムが揃ってないんで取れないってのを確認するだけになっちゃうかな。上に登って届かない。猿でジャンプ。よし。飛んで。ただ飛んでるとバリアが張れないんですよね。バリア解除。ああ、戻されちゃった。
猿でいきます。鎖があるんでいけるかな。よっ、ああ、もう一回、よし、いけた。でバリア張って、これで大丈夫。ドン、痛い痛い痛い。ここですね、確かね、今左に見えてるところ。ここがまだアイテムが揃ってないんで取りに行けないんですよね。コウモリでいっちゃう。ここはもう行っても取るものがなかったような気がするんだけど、ついつい体が動いてしまう。それ。そうですね。ここはもう回収済みですね。よいしょ。倒して。あとはなんか取り逃しあったかな。うん、もうそろそろ終わりなんでスキップはしないで行っちゃいましょう。ドン、もう一回来る必要がある、いますけど、まあ1個ですね、取る必要があるアイテムは。保存して、所持金350か。買えますね。買っちゃいました。ボウ。上の方攻撃できないんですよね、解放射器って。だから買ったけど使わない。じゃあ今回はこんなとこで。